ロイヤルボックスっていうんで普通の席なんですよ。とにかくもうあの日本のちょっと待って俺も嫌誰も聞こうとしない。ちょっと呼び出しね君。俺が一生懸命話を思ってる矢先にか。くしゃみするとは何事や。もう俺をあんたと結婚しない。俺もういや。じゃあそんなことあるかいな。なんかサッカーに興味ある人いる？この中で。ねえ。いやお客も聞こうとしていいよ。それもね、シニョーリとね、あのバッジョがあの一緒にね、共演あの一緒にできなかったから残念やね。やっぱりシニョーリとバッジョのツートップは見たかったけど、バッジョとシニョーリが揉めたから今度はツートップ見られなかった。まあこれはしゃあないよね。でもあのロマーリオのフェイント見た？ねね、誰も聞いてないんだよ。ねえ、ロマーリオの、ね、あの股の下抜いた。誰も聞いてない。20歳のタレントとか、うん、お笑いの卵とかが出て、うん、で僕はあの全国ネットで藤本義一さんにテレビの中で、うん、説教されたという、ね。君は名前はなんていうねん。本番中なら大勢。生放送中に。うわ、さんまですって言って、うん、ああ、岩橋っていうのかってわざと間違えるんで。もういてもたってもで、うん、藤本銀さんに怒られるなんて、うん、と思ったらそこに横山康さんがいらっしゃったの、うん、同じ大人の席に、うん、ほで安市長が、うん、お気に入ったとか言うてさすがですね。安市長がフォローしてくれて、おすごい、お前ええやねん、インから行くてえべなお前はとか言うて、すごい。その代わり市中引き回しの刑におてな飲みに行こうって言われた安井市長に言われるとまあ朝までやねん。で最終的に安井市長で家に行くね、うん、ほんでボートのエンジン音を聞かされるの朝でこれはヤマハのなんとかやとか、これはねえねえねんとかやとか言って、うん、ああどうそうですか、よし30分後テストとか言う音のテストクイズですか、よし佐藤君行こうかとか言うて、うんうん、こう来て、なんやこれヤマハ失礼かいとか言ういやいやこの頃から鍛えられてたんだね。まあマジまあ吉本は ね、で次の日に吉本興業に安井翔が行って、さんまっちゅうええのがおるぞって、うん、あいつ大事にせえって会社に言うてくれはった。かっこいい。すいませんねえすいません大丈夫なんですか大久さん本当に。大久さんあここ入んの、うん、おいお前ちょっと冗談できるよとかちゃう感じやぞおい。いやでもなんかここに来てやっと冒険の匂いがしてきましたよ。すごいなぁ。もう古い洞窟なんですよ。ああなるほど。今からまあおそらく30万年から40万年ぐらい前にでき始めた洞窟で。え大岡さん的にはその30万年っていうのは温度が上がるところじゃないんですか。やっぱり洞窟のあの巨大さとかですね、まあ、すごいでかい鍾乳石があるとか綺麗なのとか、まあ、そういったのは楽しい嬉しいですけど、この洞窟はでも奥にすごいすごいものがある。すごいものがあんねて、はい、これぜひじゃあ持たせて、はい、じゃあ行きましょうか。この先にその宝があるわけだ。そうですね。これそういえばだってこの光が一切なかったら真っ暗です。真っ暗やね。そうですそうです、はい、えそれを一人で歩いてあるんですか。まあそうですね、暗い場所がやっぱり洞窟の、象徴といいますか。ああそうかそうか。明るい洞窟なんかねないですからね。これ30万年前。そうですね。じゃあそろそろちょっとここら辺で止まっていただいて。真っ暗やでおい。でこの先にですね例のものが。例のもの宝この位置でいいの。はい、そのまま見ててください。はいはいはい。下ネタかよ。
でもですね、これよく見てください。よく、いやいや、よく見たら余計変やろ。上にもたくさん同じような小人がありますね。うわぁ、男風呂。いや、男風呂言ってればいいの。これは実はですね、この洞窟は300年ぐらい前から地元の人が神様のいる場所として拝みに来てた場所なんですね。そのご神体がこの鍾乳石なんです。え、これご神体なんですか。ご神体です。皆さん拝みに来て、あの、これ近づいてもいいんですか。あ、いいですよ、はい。憧れ。大岡さん大丈夫。はい、大丈夫です。あんな、もうえらい、これ多分放送的には音楽で盛り上げて、あんなチンチン見せられてやな、なんじゃそれ。そういうはっきりとした言い方やめてください。ご神体ですよ、ご神体。あの、すいません、あの、これもちゃんとした宝でしょうけども、はい、我々今日本当に宝を探しに来てるんですよ。そうですね、1年に一度のスペシャルで、うん、すいません、あの、大岡さん、はい、ちゃんとしたの見せていただけないでしょうかね。いや、もう本当の誰も行けないというか、普通は絶対入れない場所を皆さんご案内したいと思います。一つなぎの財宝ですよ。一つなぎのワンピースをやっと次の洞窟で見せていただくんですね。ぜひ、あの、探してみてください。うわ、顔が変わったよ。大岡さんの顔がキュッと締まったから、ありったけえな、ありったけえな。あれ、ワンピース最後ってくだらんもん見つけようねんな。これ違うと思います。いや、あれな、すごい高いなんだと思います。じゃあまだ全然、あの、最後のエンディングは作者の小田栄一郎も話してませんけど、ひとつなぎの財宝って何だと思います。だから家族のケースちゃうか。え、ケース、おう、つながってんちゃう、あれ多分、あの、その残さったおっさん誰やったっけ、ゴールドディードじゃ、おう、あれの全部つながってんのちゃう、いろいろで、なんだ宝はこれか、家族の家族ってやっぱり宝なんだ、で、もうあこまで引っ張ってすごい宝ほんまに見かけてヤッホー言って。いや、だから絶対、あの、俺も思ってたのは人間関係だと思うんですよ。そやろな、多分あこまで苦労して引っ張って、そうだよね、うん、すごい宝物って絶対おもろないから、あの白ひげが一番欲しかったものもそうでしたもんね。その通りね。うわ、今ズワッとしてきた。だからワンピースって、あれ、あの人ちょっと結構、あの、ダジャレとか好きやから、ほんまに普通のワンピース見つかったら嫌やよね。これ女もん、いや、男女兼用でございますって。これ誰でも入れる穴ですよね。またそうです、今現在ここなんですが、トンネル通って観光道入って途中から何が、このブルーの方行くの。そうです、そうです。ここのブルーは俺たちの気持ちを表してるのこれ。うわ、熱っ。うぜ、ほんまや、何この湿度。うわ、もう大岡さん、いや、メガネ曇っちゃったなってますよ。え、何やねこの暑さ。この2歩で全然違うんですよ。大岡さん、メガネ曇ったまま普通のフェイスやめていただけない。もう少し下行くとですね、ちょっと涼しくなる。暑い、暑い、はい、え、暑い、それはないやろ。それはないって、こんなお前、いやいや、ここが涼しくってな。いや、お願いします。1メートル前が暑いって。いやいやいや、そんなバカなことあるわけあれへん。この入り口からこっち、アホなこと言うな。こんな涼しいのに一歩、びっくりしますよ。バカなこと言うてるわけやないね、お前。ほんまや。ほんまや、あんな響いた初めてやぞ。すごいや、暑いな。あ、21度。これは年中21度なんですか。そうですね、はい、ずっと年がら年中この気温を保ってます。あの、沖縄ですが、表が何バー作ったらでも逆にここ21度。そうです、なので夏は外が涼しいんだ。あ、そうです、そうです、そういうことです。はい、うわ、すっげえ階段。 あと何メートルぐらいあると涼しくなるんですか。あと200メートルぐらいあるんだな。200メートル歩いたら涼しい場所に行けるんだ。うわ、いきなり、いきなりだ。何が、うわ、ほんまや、冒険、冒険。うわ、すごい、意外とすごいぞ。すげえ、意外とこれちゃんと整ってる。これから行くところやっぱりすごいぞ、これ多分。
すごい。これが大きくなるとさっきの、あれみたいになるわけですね。男の神様のように、はい、これだから幼稚園児とか。でもこれなんて繋がっちゃってますもん。あ、これと上と繋がってるんだ。3万年ぐらい経ってるかこれで。3万年もっとかかってるかもしれないですね。この3万さんは何年ぐらいですか、うん、これ55年ものです。3万年。たくさんつらら石がとんがったのがありますが、この場所槍天井っていうんですね。ここだけで2万本ぐらい鍾乳石がぶら下がってまして、でどれも1万年とかで出来上がってます。1本がそうですね。1本1万年。はい。長エビいた。うそやん。ほんとほんと。それそれそれ、背長エビ。あ、ほんまやほんまや。ほらそこにもいる。いっぱいいる。あ、いっぱいいる。あ、ほんまや。あ、こういうやつがいるってことね。え、生き物。生き物が住んでますね。コウモリとか。はい。これとかやばそう。うわ、いっぱいおるやんか、変なやつ。おいら行くとこもそんなにおるってこと。いないですよ、大丈夫です。こういった生き物たちはいない場所です。なんでいないかっていうと、非常に過酷な場所なんですね。過酷？こういう生き物たちが住んでいけないような場所なんです。今何言うた、ちっちゃい声で。過酷過酷。あの、過酷っていう言葉